今すぐあなたを連れ出さなければならない。その判断は無知にも程がある。今にも制圧されそうなのに。まったく、邪魔するんじゃない。少佐、アーキアンはようやく求めに応じてくれた。大賢人、直ちに避難しなければならないんだ。拒否する。データを置いてはいけない。俺の研究室に向かい、手順はボックスで指示する。ここを立つ準備をすぐに済ませてくれ。少佐、 俺の第二ユニットが少しは時間を稼いでくれるだろう。閣下、研究室に着くまでに3部隊も失いました。何か言うと思われます。分かった。皇帝のご加護。特定と研究室の場所は沼地の奥の方にある。 時間が迫ってきている。進展があり次第報告する。そうしてくれ。高圧性の悪臭がアーマーに染み付いてしまった。いつもの大衆に比べたら随分マシになったぞ。実は面白いわ。 武器をマークした。 ガドリエル軍曹からレジリエントへ。ブラザー2人の戦死を確認。美術館に送る。了解。彼らに敬意を表する。 マガジンを変える。 弾薬を確保。移動なさい。あの開口部が近道だ。使わない手はない。
王子からのプレゼント。時のリロードだ。これは役に立つな。 撃退した。 射線に注意しろ。 このバンカーを通れそうだ。入り口に集合しろ。
失われ、名誉ある死を遂げた。行くぞ。まだ任務は終わってない。 気をつけろよ。武器を構えろ。死にたい奴からかかってこい。仕事に取り掛かろう。
ビクターが国にいたんだ。閣下が対処されたのでは。ああ、もう奴らに煩わされることはない。素晴らしいです、閣下。ビクターは手強敵だ。いつでも受けてたぜ。副官が一緒でなかったら。 俺たちのコルダナスとセプティマスのように殺られていたかもな。敵は何匹もいたんじゃないのか。いや、リクターは単独で狩りをする。補給する。 国立な施設は荒れ果てる。ノージックの研究が無事だといいんだが。大賢人到着したぞ。やったぜ。人の国にどうしろ。エレベーターが動けば。ルートを直通したし。動けばな。
最後の一息までテラニドのせいでめまいがする。フラッググレネード、マガジンを変える。もっと楽しい会話をしたことがある。ロジックの施設に到着した。できる限り敵の注意をそらしてくれ。必要とされる限り俺はゼノの群れの中で暴れてやります。頼りにしてるぞ。ガザ、アーマーの中に入られたんだ。こんな目に遭うなんて。このパイアブラスターはリッパーに対して有効だ。ガドリエルからレジリエントへ、ブラザーデシウスにやられた。場所を医術官に知らせてもらえ。ブラザーの犠牲を忘れることはない。リッパーだ、来やがったな。遠距離武器だけ使え。奴らを招くから、ファイアブラスターで抑え込んでくれ。弾薬を確保。補充する。ショー。
対決策を全力の復旧だ。天才か。やり方を指示してくれ。経済値が電力システムを制御しろ。を集めてるんだ。人間か。妖怪して後で回収する。軌道から下ろしたチューブで吸い上げるんだ。卑劣だな。こういう奴らは根こそぎ始末した方がいい。Q
給する。少し待ってくれ。弾薬を確保。奴らは撤退している。次の攻撃に備えておこう。戦術は展開可能だ。こいつらの死体を見せてやりたいんですよ。そう主張の
にかけて俺たちは天まで届く火柱を上げたんです。ティラリットの生体反応は 90% 低下、大軍の全滅を確認。素晴らしい働きだ。脱出に移行しよう。先駆者のアーマー、ジャンプパックもある。俺が空から死をもたらしてからしばらく経つな。ついさっきのことだろう、ブラザー。大賢人、送信機に到達した。ブラス戦機、効率は機体をはるかに下回っている。やれやれ、送信機は充電切れだ。発電機に移動しろ。お前のマーマーのネットワークシステムを介して俺が自分で修理できるぜ。どうせ支障が出る。いいよ、こっちが作業している間は端末の近くにいてくれ。接続範囲に制限がある。ブラザー、ここだ。充電に一つ気が付いた。
そちを反復するぞ。せいでめまいがする。お前たちの支援はもう来ようだ。
さあ、金城さん、ノージックをサンダーホークまでご案内して、ここから連れ出してあげたまえ。はい、閣下、喜んで。つまらん仕事から解放されて、せいせいしたぜ。これ以上、不快な肉声を聞かずに済むのは、こちらとしてもせいせいする。さあ、行くぞ。このエレベーターで屋上に行ける。チャンバーにジャンプバックがある。閣下、詳細の援護お言葉ですが、我々はケイディアンです。自分の身は守れます。ティラニッドは墜落現場に群がるだろう。ノージックが生きていたとしても長くは持たない。サンダーホークに乗った仲間がティラニッドを仕留めてくれるさ。生き残ってるといいが。縁起でもない。Come on.